オートレーサーコレクション。前回荒尾選手の趣味 BMX を撮影していたところ、ちょっと経験してみたらいいですか。後ろ向きこぐ展開、後ろ向きこぐ展開経験してもらわないと分かんないですよ。だって難しさが大体親御さんもそうですもんね、はあ、何度もできるのって言い方から一回乗ってみると、お前そういうことしないねって言い方変わりますよね。今後教えてください。左足をこう今乗って最初からそこ、いやいやいや、これが大事、もうこれが基礎ですから。せっかくならもう、で前かがみ気味でこう膝を曲げて前傾やる、あーいや怖い、ちょっと動けない荒尾さんの取材が何言ったんですか。大丈夫です。左手上げてください。で下からこっち右ハンドル持ってください。右手浮かしてこれを引くだけで右にきます、ハンドルが。はい。でこの回った後に下から持ってもう絶対この形に。何言ってるか分かんなかった。下から持って。思い切りですよ、思い切り、はい、持つだけ、持つだけ、はい、回して、はい、おー、惜しい腹立つでしょ、なんでできないんだろう。そう、そうなんですよ、そうなんですよ。すいません、荒尾さんの大丈夫です、大丈夫です、難しさを経験してもらわないとなんか僕はただできてない人みたいな。で、下から持って、そのまま引くだけ。おー、できた、できた、今できたじゃん。先生の指導で惜しいところまでできました。ラストいきますよ。じゃあラストで、え、はい、僕ですか。僕はできますよこれ降参したディレクター、荒尾選手にお手本をお願いします。これはもう、さすが荒尾選手そしてこのドヤ顔です。しっかり体勢作っていくだけ。これはできますよ。そうですね。ここ第一歩。第一歩です。じゃあまあ難しさは経験できた。そうですね。やるとめちゃくちゃやっぱ難しいですよ。見ると簡単そうに見えちゃうんで。荒尾選手、鶴田先生、貴重な経験ありがとうございました。その後も親子での練習が続き。あれ？何の音でしょう？次男くん、練習中に転倒して手を打ってしまったようです。お父さん一生懸命あやします。手で曲がる、手で曲がる、どこ打った、ここ、ここ打った、まだ痛い、まだ痛いんかちゃん。よし、真ん中。荒尾お父さん、元気を注入です。幸い怪我はなく、お父さん一安心。でも痛いものは痛いんです。痛みも引いてすっかり元気。安心したところで練習再開です。ちなみにでもバランス感覚の練習には絶対なると思うし、トレーニング代わりですよね、多分やる体の使い方とか体幹のトレーニングにもなるし、まあ、ちょっと怪我は怖いですけどね。最初の頃は始めた頃一緒に始めたんで、まあお互い負けたくないじゃないですか。でも僕がずっとちょっと怪我、年末とかもあったんで、はい、怪我怖くてやってなかったら、いつの間にか広げられてますね。成長がよく見れるんですよね、やっぱ子供の。なんか1週間、僕ら1週間とかレッスン組んで家開けた時に、で1週間後家帰って見たら、なんかメイクってその技ができるなって言ったりするのが、成長したなと思うんですよね。最初始めた時はしてなかったんです。もう本当つい最近ですね、始めたのは。
お兄ちゃんがやってるからやってみたいって言い出して、それならやる。で最初家で練習してたんですけど。そうなんですか。でもやっぱり僕が経験者じゃないんで、そのやっぱ分かってるんですよね。まあでもこういう環境があるのはいいですよね。なかなか一緒にできることって少ないですからね、習い事でも。で始めるのも一緒なんで、お互い難しさも分かるんで。そう、なんか安定感出てきたね。ちょっとだいたい5時から7時まで練習して、で、まあ、帰って、で、まあ、一生お風呂入りながら今日の反省をして。いい親子関係ですよね。楽しいです、楽しいです、めっちゃ楽しいです。一緒に練習することで BMX が親子のコミュニケーションになっているんですね。鶴田先生にも BMX の魅力を聞いてみました。もう成功体験、技が決まった瞬間ですね、はい。成功した瞬間の気持ちがもうたまんないので、そこがもうやめられなくなりますね。 BMX の魅力はできた喜びなんですね。子供ができてもまた同じ達成感が。そうなんですね、やっぱり我が子がってね、決まるとやっぱり今なんかこの中でやってる子たちみんななんか我が子みたいなもんなんで、できるとみんなで、そうですね、みんなでわーってなりますね。 BMX 教室をしてます、あのラブジャムクルーと検索していただければ出ますので、ぜひよろしくお願いします。みんなでできる喜びを分かち合える、それが荒尾選手の趣味BMX です。